ね。本能寺の変。おはようございます。こんにちは。こんばんは。ハイサイ、河野純喜です。今日は僕のメンバーカラー、ライトブルーにちなんで、ジャムを作っていきたいと思います。レッツスタート純喜。じゃあまずはリンゴの皮を剥いていきたいと思います。めっちゃうまないですか？しゃあ青りんご業者、この皮も捨てずに調理していきたいと思います。よし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 よ完成です。グッド。じゃあブロック状に切っていきます。いいねいいね。今から分量を測っていきます。 320g。 お砂糖はと言いますと、まあ、甘め好きなんで120ぐらいでいきましょう。よしよしよし、砂糖入れました。この鍋って来てない？あったあった。よし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 、いい調子よ。鍋の中身はこんな感じです。しっかりさっき山盛りあったリンゴが水分抜けてる。じゃあこんな感じ。美味しそう。もう食べたい。ちょっと弱火にして、ここからこの青色のハーブティーを入れて色付けしていきたいと思います。ちょっとずつ入れていきます。うわ、香りがめちゃめちゃええやん。見てください、めっちゃいい色になってきました。さあ粗熱を取って、じゃあ瓶の中に入れていきたいと思います。いっぱい食べていきたいと思います。完成しました。いい色出てますよね、これ。よし、じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。うますぎた、原服。いや、これマジで美味しいです。これなんか大人なリンゴジャムみたいな感じじゃないでしょうか。超美味しい。簡単に作れるんで、ぜひみんなも作ってみてください。以上、ジオンは河野純喜でした。バイバーイ。